スチームプリズン。
もう起きたの？夜勤明けだというのにご苦労なことだね。あなたがそう思わなくても私は心配だわ。しっかり休めているの？職務か。どうしてそう警察官の仕事にこだわるんだい？お前なら私と同じ道を歩むこともできただろうに。そうだとしても警察官なんて危ない仕事。そうね。口うるさく言ってごめんなさいね。お前は一度決めたことは簡単に譲らない子だ。説得できなければ応援するしかないさ。家業はさておき。そろそろウェディングドレスの試着をしてもらうぞ。結婚式忘れていないわよね。あらあら、何その返事は。結婚するのは自分だという自覚はあるのかしら。まあ困った子ね。10代とはいえ成人なのよ。自分のことなのだからもっとちゃんとなさい。相手はあのエヴァンス家のフィッツジェラルド君だ。エヴァンス家とつながりを持てるなど鼻が高い。失礼のないよう挙式を滞りなく進めたい。そのためにもドレスの試着をしてくること。わかったかい？試着は？あの子ったら本当に分かっているのかしら。
おはようございます。今日もよろしくお願いします。助かった。はい、殺走でもないような。よくわかりませんけど、喜んでもらえたなら嬉しいです。さあ、行きましょうか。ご両親と何かあったんですか？ああ、すみません。あなたが面倒くさがるとは珍しいなと思い、つい。俺、男なのでわからないんですけど、ドレスを着るのってそんなに大変なんですか？ああ、ご結婚用の。なるほど。あなたはあまりご結婚に興味がないんでしたよね。そうでしょうか。知人の姉などは憧れだと言っていましたが。あなたらしいですね。確かに。ですけど、わからなくもないですよ。相手は、両家の方なんですよね。エヴァンスケ、本当両家どころの話じゃないですね。俺にとって雲の上の人です。それはそうですが、エヴァンスケといえば爵位を有する貴族。俺みたいな者にとっては近づくのもためらわれるようなお方です。いえ、名ばかりでは。多少は違うと思いますよ。振る舞いとかしきたりとか。俺は貴族ではないので分かりませんけど。とにかくその良き縁に恵まれてよかったですね。受け入れづらいですか？なるほど。
俺みたいに。それはちょっと困るかもしれません。それはそのつまりあなたはあなたですから、今と違うあなたは想像できないというか。とにかく俺は今のあなたがいいんです。なので否定しないでもらえたらと。すみません。すみません。俺にとってティステラ家のご息女、いえあなたも雲の上の人ですから、つい。はい、わかりました。ああ、いえ、すみません。呼んでみただけです。なんだか照れますね。あ、はい。どうしました？名前を連呼されると、俺の方が恥ずかしくなります。